アイロンもこんにちは長谷です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。えー、今日の題材は2016年度の法政大学の解題ですね。えー、カッコ三をカットしてあります。カッ三はカッ四を解くためのキーとなる不等式であって、まあそれはちょっと自分で導くことになるのでかなり難しくなると思います。はい、それではやっていきましょう。一、えー、番は A2A3 を止めよう。うこれはまあ全可式に代入してね計算するだけなので、まあこれはできなきゃいけないですね。一番からいきます。 えっと、a2、ね、の2乗足す2この全化式の式ですねこの式に n=1 を代入したものですねでえっとこれ展開すると 4an の2乗をマイナス1ってなるので、まあ、この形にして代入した方がいいですねなんで a2 の2乗足す2イコールえっと4倍の a1 の2乗引く3となります H がルート5なので、えー、とこれは5になりますねつまり 4×5-3 ということで、えー、2乗したものが17で A2 は正って言ってるのでまあ AN は正ですからこれより、えー、ルート17ということになりますこれが答えですねはいじゃあ次いきましょう、えー、A3 ですねこれも同じように代入するだけです A3 の2乗は えっと四倍の a 二の二乗マイナス三となって四かける十七マイナス三で六十五ですね。したがってルート取ってルート六十五が答え。はいじゃあ次にですね a の二乗 n の二乗を n で表せってことですね。全化式解くことになりますがこれ線形ではないですけど。 a の2乗 an の2乗の式になっているのでこの an+1 すの2乗イコール 4an の2乗マイナス3という形になってまあ an の2乗を一つの数列と考えれば次の項がこれが次の項になっててまあ結局置き換えすれば、まあ、線形になってしまいますよね。なんで えっとまあ、普通にこの二項完全化式を解く要領でやればいいわけですだから α イコール4 α ス3っていう方程式を解いて α イコール1出てきますよねだからここに1を代入してで変辺,辺を引くとそうすると an+1 の2乗マイナス1イコールここが消えて4倍の括弧 an の2乗マイナス一 という形になって、で A1 の2乗は5でしたからえっ、ー、と初項が5-1で4ですね。ということで An の2乗マイナス1というのが初項が4で交差が4の等比数列ですので 4×4 の n-1 乗で4の n 乗ということになります。ということでずらして平行えっ、ー、と n の2乗は4の n 乗マイナス。 プラス一と、これ答えですね。はい、じゃあえっと四番ですね。三がなカットされているので四番です。えっとシグマのケイコール一から十までの AK のえっと整数部分を止めようって問題ですね。これはえっと整数部分ですから一般項が求まるからといって、まあ簡単に計算できるっていうわけじゃない。 とということですね。まあ、それがえっとちょっと問題ですよね。はい。まあこれどうやって考えたらいいかっていうところなんですけどまあ見当はつけられると思います。なんでかっていうとこの an の2乗っていうのはまあ4の n 乗たす1ということでルート取ってあげたものですよね。つまり an はルート4の n 乗たす1になるわけですが、まあ、n がちょっと大きくなるともうこのプラス1っていうのはほぼ えー、ないものと思っていいぐらい無視できる数になってしまいます。まあ、例えば4の10乗っていう数は結構大きな数になるので、まあ、それに1足したからといってルートの値えー、っとほぼ変わらないですよね。だから、これはまあ、近日として4の n 乗でまあ、代用できるぐらいになるわけです。まあ、でも整数部分を求めるのでね。その誤差が生じてしまったらもちろんダメなんですけど、まあ n が大きければそんなに変わらないはずだっていう認識が。 持てますよねむしろその K が1とか2の辺りはこの1のプラス1の影響が出すぎてしまって整数分がちょっと変わってしまうかもしれません。まあ1代入すると、えっと、ルート42とルート5で、えー、富士36ですか2.2です0.2の差が出てきますよね。まあ、その差がちょっと積もっていくともしかしたら整数分が1個上がってしまうかもしれないぐらいの感覚は持てますよね。まあそれでも その整数部分を求めるのはととりあえずこれでいいんだっていうことですね。つまりえっとルート四の n 乗なのでこれが二の二、えー、の n 乗の二乗なのでルートでこう取れるわけです。まあ要するに二の n 乗で代用ができるってことになるわけですね。だから例えばマーク式でもう答えだけだったら二千えっとシグマの k イコル一から十までの二の k 乗を計算してあげれば、まあ、それが えー、答えなんじゃないかっていうのがまあえっと「コネ、ね、K=1 から10までの AK はほぼ2の形状なのでこれ計算してあげた答えが、えー、そのままなんじゃないかなこれ点なんとかついても結局2046なんじゃないかまあこれ計算するとね2046なんですけどまあそれにその小数点がちょっとつくぐらいで2047にはならないんじゃないかっていうことがまあ勘で。 出せますよ、ね、でまあ実際そうなんですけどもちゃんとでも証明しようとするとなかなか難しいと思います。えー、ときっちりとと挟み込まないといけないいいけですねで要するに不等式を作らないといけないわけですけど An が2の n 乗よりもちょっぴりと大きいっていうことはそのすぐに定義から分かります。従って、えー、と不等式として2の n 乗よりも、えー、と An の方が大きい。でこれをちょっとその大きめのもので えっと、挟むっていう技術がなかなか難しいですね。これ、えっと、実際の値は an はさっき今書いた通りルートの、えっと、2の n 乗の2乗足す1のわけですよね。でそこをどうするかというとこれをこんなふうに、まあ、うまく変形するんですよ。2の n 乗の2乗足す2る2の n 乗を2ける のの n たす1乗分の1ってこうするとここで計算するとここ1になりますよね。で2の n たす1乗分の1の2乗っていうふうに持ってきます。そうするとこのルートの中身は、えっと、2の n 乗たす2の n たす1乗分の1の2乗のルートを取ったものっていう形に書き換えることができます。従ってルートが取れて2の n 乗たす 2の n たす1乗分の1っていうふうにえっ、ー、とルートを取って要するにこのこれを付け加えたもので挟み込めるってことなんですね2の n 乗の部分は変わらず2の n 乗に2の n たす1乗分の1を加えたものよりもえっ、ー、と n は小さいっていう形で押さえ込むことができます。ですね、したがってそれをえっ、ー、と全部について n イコール k イコール1から10まで 全部その不等式を作ってあげるとこんなふうになります。k イコール1から10までの k は2の k+2 の k+1 乗分の1ですね。でこっち側はもともとこういうふうになっているわけです。いいですかでまあえっとこことここ同じなので。 こことここは同じなので、このケイコール一から十、えー、までの和を計算して、つまりこのシグマのケイコール一から十までの二の形状というのは、二たす二の二乗たす点点点の二の十乗までの和ですよね。で、これはえー、っと二マイナス一倍の初項が二で、えー、個数十ですから二の十乗マイナス一になるわけです。そうすると、えー、っと二かける 1 0 2 4ス1っていうことになって2046になるってことですね。1引いて2倍するから2046になるわけです。でそれにえっとこっち側ですねえっと k=1 から10までの2の k+1 乗までの和になりますけどこの和はどうなるかっていうとえっと 1−2 分の1のの えーと初項が k=1 から始まってるのに4分の1の1マイナス2の十分の十乗分の1ということになって2分の11マイナス2の十乗分の1だから2分の1より小さいんですねこれね。ということで全部足しても2046.5にいかないってことなんですよ。というわけでその整数部分は。 2046ということになります。これ2046これが答えということになります。ですか。この部分がえっ、ー、と両方ともこの部分が両方とも2046であり、でこの部分がこの部分がえっ、ー、と0.5未満になっているので結局整数部分は2046になるというわけなんですね。 はい、この3番目の不等式これ自分で見つけるのはちょっとテストでは難しいかなと思うんですけど、まあ、時間無制限でやったらできる人はいるんじゃないかなと思います。えー、っとそうですねアイディアとしてやっぱりこの、えっと、1+2 分の 1+2 の2乗分の1っていうようなこの和ですねこれを無限に足してった時に和が2になるみたいなことは。 知って,おい,てもいいいももかしれません例えばこの正方形の面積としてここが1で次はえー、っともう一つ正方形を取って1 2分の1がこれですねここが2分の1で4分の1はさらにここですよねこれ1 4分の1で8分の1はここですよねっていうふうに取っていくとどん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 こういうふうになっていって、えー、2に近づいていくわけです2に。まあ結局このえー、っと正方形2つの面積に近づいていくので。 合計2になるわけですそうするとこっからここまで足した無限和は1ってことですよねこれね。というわけで、まあ、ここからここから今足してるのでこっから足してるので,いいですかこ途中で、えー、と有限和だったら0.5より小さいってことで無限に足したら0.5になるので、えー、と有限個で有限和だったら0.5未満になるってことですね。こ、まあ、こんなととを知っていると えとまあ 2, 2の n 乗分の1なんかで評価するっていう手段が見えてくるかなと思いますね。はいというわけでなかなか面白い問題だと思います。はい、2016年度の法政大学の解題でした。